南町は、群馬県利根郡の町。群馬県最北端に位置し、県内で最も広い面積を持つ町域には、水上温泉郷や猿ヶ京温泉など温泉が多数、ある。利根川の最上流で、谷川岳の登山口がある。大峰山と、三部山とがなす谷間を流れる利根川に、沼田盆地へと明けた南部で赤谷川が注ぐ。利根川源流部は、 自然環境保全地域に指定されている。町の中央を利根川に沿って南北に上越新幹線、上越線と関越自動車道が通る。国道17号が利根川から赤谷川に沿って町の南部を東西に走り、国道291号が分かれて利根川沿いを北上する。この地域は関東地方で唯一日本海側気候に分類される地域である。 鉄片の気候区分によると、雪素駅に近い幸い地地区にある、急雨出す観測によると、水上は、温暖湿潤気候に分類される。藤原は亜寒帯湿潤気候に近いが、最寒月の平均気温が低く、摂氏2.7度で低く、摂氏3度をやや上回るため、定義上は、西岸海洋性気候に分類される。冬は、積雪が多く、町内の全域が、 豪雪地帯に指定されている。しかし、同じ水上町でも北部は豪雪地帯であるが、旧月夜野町のある南部は、降雪量が少なくなる。水上町の中心部で、町役場のある旧月夜野町の中心部であった、五管駅付近は、沼田市の気候に近くなるため積雪は、アメダス観測地点よりははるかに少なくなる。なお、アメダスは二0二0年十一月十六日に、 指祖駅に近い幸地地区からより3キロメートルほど南西に位置する水上駅に近い水上中学校付近に移転した。基本的に、旧町村時代の大技をそのまま引き継いでいるが、新井張地区については合併時に解消、または新たに設置した大技が存在する。町役場設置地群馬県利根郡水上町み城5館318、旧水上町役場、 新張村役場はそれぞれ水上町役場の水上支所、新張支所として使用。日本郵便が拠点を展開している。五貫駅高下高原駅月夜のインターチェンジ、関越トンネル水上温泉号名ぐるみ状台、峰山町警員、岳林寺。ありがとうございます。